よう。ぼくおはよう。眠いね、ぼくん。ぼく寝ぼけてる。おはよう。今ね、今何時？今は深夜2時6分ですけど、ぼくん。ごめんね。ちょっとガサガサして夜中から。僕明日さ動物病院行くからね。首だにのお薬とリラリア。耳掃除。耳掃除医療のとこなんじゃない。診断料取るね。動物病院で耳掃除するして診断料取るんだよ。僕の先生はね、なんか犬が好きな変人って感じだから、本当に犬を極めて変人みたいな感じだから。でも猫飼ってるけど、病院で動物に対して熱いんだよね。説明もね長いんだよね。いいんだけど、すごくね、ま、教えようとしてくれる感じの説明にするよね。こう素人でも分かりやすい動物医学を教えてくれる。私あんなさレントゲンのさ説明聞いてもやっぱ分からんかった、専門すぎて。でもめっちゃね分からないけどな、細かく教えてくれるの何にもなかったけどね、冒険。ボー君足をびっこ引いて変な歩き方してたから、すぐ動物病院連れてってレントゲンね、うん、2回撮ったんだけど何にも異常がなくって、寝起きで多分普通に寝ぼけて足引きずってたんかなって。なんかフレブルって足悪くなるじゃん、腰とかさ。だから私ついに来たのかなと思って、それが。でもボー君ってまだ2歳でしょ、ちょっと早いんじゃないと思ったけど、一応検査したんだけど、それ以降何もないから本当に寝ぼけてただけなのかなって。あんな大事そうに舐めて寝起きって絶対舐めるよね。僕何してるん。これさ、あなたの妹のブランケットなんだけど。なんかじわじわくる。じわじわくる。ぼーくん。ぼーくんは今も。ぼーくん今も変わらず涙焼きは。きれいきれいね。見せてごらん、みんなに。ほら見せびらかしてごらん、みんなに。ほら頑張ってるブヨー。僕頑張ってる。プッチョみたい。プッチョのダメみたい。横は横から。僕なんか本当にあれちゃん平らだね。暖かそうじゃない？ケツ出てるけど、ケツ超出てた、びっくりする。ケツは出てたけど、頭隠して尻隠さず。頭隠して、頭隠して尻隠さず。ボン君、ボン君このまま朝起きてこの階段でステ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 って階段降りていって。この水を飲みます。この水のね、同じの買ってる人いたらフィルター変えた方がいいですよ。フィルターってどうやって洗ったらいいんだろうってずっとね思ってて、こんなん掃除するの大変だからさ、フィルターはやっぱ買うものないよ。ぼーくんぼーくん、お気に入りのおもちゃこんなところに置いて。ぼーくんが好きな、ぼーくんぼーくん、きたきた、ぼーくんの好きなおもちゃでしょ。もともとあなたの妹の赤ちゃんが泣き止まないとき、こいつを使って我が家では一発決めるんですよ。ギャーギャーギャーって泣いてるから、これこれでってやるんです。ただ
みんなびっくりするね、この家の人みんな。赤ちゃんもさ、突然こいつが顔の前に現れてとか言い出したらさ、止まるのよ時が一回。あんな泣いてたのに、あんな泣いてたのに泣き止むから、そしたら次は赤ちゃんが泣き止んだと思ったら、次はボウ君が暴れ出すんだよね。これのこれ聞いてね、ムカつくだろうこいつ、ムカつくだろうボウ君、あイライラしてるボウ君が、ボウ君ああやって最終的にはボウにやられてしまうんです。さようなら、じゃあねお二人、じゃあね、寝てたのにボウ君ごめんね。最近おひなさんしたんですけど、またおひなさんの時の動画も載せますね。ボウ君が男なのにおひなさんに参加したって。